休憩前に引き続き会議を開きます。この際お諮りいたします。お手元に配布いたしました通り、本日の日程に議事日程第6号の2を追加いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。ご異議ないと認めます。よって議事日程第6号の2を本日の日程に追加することに決定いたしました。なお再度日程を追加いたしましたが、これからの議事はお手元に配布の日程番号により行い、五国各号の整理をいたしますのでご了承をお願いいたします。次に日程100第234号議案、長崎市立小学校条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例および日程101第235号議案、工事の請負契約の一部変更について、以上2件を一括議題といたします。教育公正委員長の審査報告を求めます。35番久井康議員。ただいま議題となりました第234号議案ほか1件につきまして、教育公正委員会における審査の経過並びに結果についてご報告申し上げます。第234号議案、長崎市立小学校条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例および第235号議案、工事の請負契約の一部変更についての以上2件につきましては、似た佐古小学校建設主体工事1の受け合い契約において、別途施工中の周辺の関連工事との調整に時間を要したため、外交工事等に要する期間を延長する必要が生じたことに伴い、工期を変更しようとするものであり、合わせて工期の延長に伴い似た佐古小学校の移転をする日を変更しようとするものであり、関連があることから一括して審査を行いましたので、まとめてご報告申し上げます。委員会におきましては、議案審査に先立ち建設工事の現状を十分に把握するため現地調査を行ったのであります。その後の審査におきましては、冒頭理事者から今回の工期延長については不適切な事務処理により工期を変更することとなり、議会をはじめ地域の皆様や何よりも子どもたちに大変なご迷惑をかけたことに対し深くお詫び申し上げたい。今回の件を深く重く受け止め、今後このようなことが二度と起こらないよう関係部局としっかり連携を取るとともに、村井での情報共有の徹底、職員の意識改革、組織的なチェック体制の構築など再発防止に取り組んでまいりたいとの説明がなされております。委員会におきましては、並行して施工している体育館などの他の工事の完成予定時期の変更の有無、似田迫小学校は過去地域や議会において多くの時間をかけて議論を行ってきており、子どもたちのために関係機関が努力してきた非常に重要な工事であるにもかかわらず、今回の事態に至ったことへの見解、2ヶ月前から一度も建築担当の部長が現場に足を運んでいないことなど、適正な進捗管理を行うための市の現場管理体制の妥当性、今回の契約変更にかかる業者の責任の有無と業者に費用負担を求める考え、新校舎の完成を楽しみにしていた子どもたちへの説明、受注者や関係部局との進捗管理にかかる責任の所在と協議状況、これまで複数の工事で工期延長を適切に行ってきたにもかかわらず、今回の工期延長の判断が直前となった理由、来年1月の小学校移転が決まっていたにもかかわらず工事の遅延が続いていたことについて判断の時期の妥当性、今回の事態を踏まえた今後の再発防止策について正すなど内容を検討した次第であります。さらに委員会におきましては、今回の工期延長を受けて教育長の見解を求めるため教育長の出席を要請した次第であります。この点、教育長から似た佐古小学校の建設にあたっては子どもたちの教育環境を整えることが第一ということで進めてきた中で、子どもたちの期待を裏切ることになったことについて申し訳ないと思っている。これまでの地域や議会での議論をいただくなどさまざまな計画がある中で調整を要する工事であったが、自分自身工事の進捗確認が欠けていた。今後は関係部局との調整等には
教育委員会が主体となって取り組み、学校関係業者と調整を十分図り、一日も早く開校できるように取り組むとともに、保護者や地域の方にも丁寧に説明したい。何よりも委員会での指摘を踏まえ、教育委員会が深く関わりながら、6年生が少しでも授業ができるよう、新しい体育館で卒業式ができるよう、必ず実現させていきたいとの答弁があっております。その他、委員会におきましては、種々内容検討の結果、進捗管理のための工程会議の在り方をしっかりと見直すとともに、周辺道路の工事を所管する部局も出席するようにしてほしい。技術職員の力量を上げる取り組みを講じてほしい。建築部に限らず、関係部局も今回の事態を多く受け止め、今後二度とこのようなことが起こらないようにしてほしいとの要望を付した賛成意見が出されましたので、採決の結果、いずれも異議なく原案を可決すべきものと決定した次第であります。以上で教育構成委員会における審査報告を終わります。これより質疑討論を行います。質疑討論を終結し、ただいま議題となっております。第234号議案及び第235号議案、以上2件について一括して採決いたします。各案に対する委員長の報告はいずれも原案可決であります。委員長の報告通り決することにご異議ありませんか。合議ないと認めます。よって第234号議案及び第235号議案は原案の通り可決されました。次に日程97、定期監査、行政監査及び現金出納検査8、9、10月分結果報告についてはすでに配布されております報告書の通りであります。本件は地方自治法の規定により報告されたものでありますので、ご報告同報告書によってご了承をお願いいたします。この際お諮りいたします。今定例会における議決事件について、その条項、軸、数字、その他の整理を要するものにつきましては、会議規則第41条の規定により、その整理を議長に委任されたいと思います。これにご異議ありませんか。ご異議ないと認めます。よってこれらの整理を要するものにつきましては、議長に委任することに決定いたしました。これをもって会議にされた事件はすべて議了いたしましたので、令和元年第5回長崎市議会定例会を閉会いたします。お疲れ様でした。